は食事会企画ですね。はい、はい、今日狙い目の女の子はもう見つけましたか？とりあえず今日初めて会う人何人かいますけど、はい、好みのタイプいましたか？今隣に座ってた、はい、あの奥でやってます。誰だったっけ、後から M さん、 M さん、え、はい、はい、え、 M さん、今日じゃあこの後はお誘いするんですか？あ、頑張ってみます。どうやって声かけますか？ま、どうしようかな。 まずはミクシーやされてるなんことなんで、はい、それでまずミクシーからお友達にまずなりたいですね。最近なんかいいことありますか？あ、最近ですか、はい、あ、3ヶ月前に3ヶ月前に、え、あ、その話をしたんですね。馬券50万当たったんですよ。うわすごい、車の頭金になりました。そのお金で新車買うことで、新車を買ったんですよ。それに新しい彼女を乗せて。そうなんですよね。今年のクリスマスはもしかしていい例があるかもですね。今日は自分からちゃんと積極的に言ってください。はい、言えますか？一緒に帰りましょう。今日はい、ちょっと練習、はい、言ってみて。早く、早く。じゃあ、今度、あ、今日、今度なら今日、今日一緒に帰りましょう。なんか、うん、なんか、まあ、バーかなんか誘ったら。あ、そうですね。お金持ってきた？1000円？いや、1個1万。あ、1万円あるけど大丈夫ですかね？1万円ですか？ホテル代まで。大丈夫。大丈夫ですか？まあ、安い旅館かなんかにすればね。あ、お泊りですか？あ、そうしたいんだけど、友達として来てるんで今日。なんか言ってますよ。ダメよね。積極的に。うん、友達先に返せばいいよね。そうそう。だってあんたの一緒にかかっとるよね、これを逃したら。分かっとる。はい、じゃあここでワンダ会長、ファンの皆さんにお言葉をお願いします。早く。もうですね、これからも朝の会と、ワンダ会長をよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあみんなに熱いキスをどうぞ。